しまったのだ。ヨークタン姉さんに見せるのも恥ずかしいよ。ハムマンをいつまで待たせる気だ。一人で調査見て。ハムマンをじろじろ見るんじゃない、バカ指揮官。見ないとステージの様子がわからないの。じゃない、やっぱり見るな。この衣装の尻尾が動くって。そう、なんで知ったの。猫耳はやっぱり可愛いでしょ。エルドリッチの衣装の方が動きやすそうね。着ないわよ、この変態。これつけたまま握手するの、難しくない？この変態！早くオファーを確認するぞ。報酬よ。猫耳装備のメイドさんが運んでくれたわ。このハムマンがメールを持ってきてやったんだから感謝するんだぞ。お疲れ様。ってシムスが写真を撮っていたの？なんで早く教えなかったのだ。ハムマンはもう怒る気にもなれないわ。ハムマンのどこを見てるのよ、変態。ハムマンと仲が良くなったと思ったら大間違いよ。でも少しだけなら認めてあげてもいいけど。ハムマンがなぜいつも怒ってるって、どこかのバカが分かってくれないのに。そいつに怒れない自分に怒ってるのよ。ハムマンを見ないでどこ見てるのよ。やっぱり女心がわからない大バカなんだから。ちょっとハムマンが積極的になってないだけ。なんでいきなり抱きついてんのよ。通報するわよ。委託が完了したぞ。この格好で出迎えるわけないでしょ。ハムマンをおだてても何も出ないわよ。本当にこの格好で戦うの？ハムマンを侮ってからよ。別にあんたのためじゃないんだから。